どうもベッキムです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も張り切って日本の美味しいものを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日皆さんに紹介いたしますのは、愛知県は岡崎市にありますこちらの角球さんにお邪魔いたしまして、八丁味噌を使った味噌煮込みうどんを紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは行きましょう。レッツゴー。今回お邪魔しましたのは、愛知県岡崎市にありますこちら明治時代初期に創業されました角球さんです。角球さんといえばあの八丁味噌が有名なんですけれども、その八丁味噌を使った料理がこの敷地内にありますこちらの食事処で味わえるそうなんです。早速八丁味噌を使った味噌煮込みうどんを注文して食べていきましょう。さて、注文した八丁味噌を使った味噌煮込みうどんが到着をしました。熱々の石鍋の中にこの大きな天ぷらと、さらには厚揚げが2枚入ったシンプルな味噌煮込みうどんです。それでは早速こちらの味噌煮込みうどんの、まずはうどんからすすっていきたいと思います。一口こちらのうどんをすすってみると、この八丁味噌の凝縮した濃厚なコクと少々の酸味を感じる、まさにこの伝統的な味が何とも癖になってしまいそうです。続いてはこちらトッピングされているこの20センチほどの大きなエビの天ぷらを食べていきます。一口食べてみると、中の身がプリプリとしていてとても美味しいです。この太くてもちもちとしたうどんと、さらには八丁味噌がよく絡み合っていてとても美味しいです。さらにはこのトッピングされているこの揚げにもですね、ふんだんにこの八丁味噌が染み込んでいますので、これまたとても美味しい揚げでした。ちなみに愛知県名物でもありますこちらの八丁味噌の八丁は何の意味を示しているのか、皆さんご存知でしょうか。それはあのかの有名な徳川家康が生まれた岡崎城からですね、この角球さんが存在している場所まで約8丁の距離だったから、八丁味噌というふうに言われたんだそうです。こうやってご当地のこのうんちくも知りながらいただくと、より美味しく感じることができますよね。名古屋飯には今回紹介したこの八丁味噌を使った味噌煮込みうどんが提供されているお店が多数あります。ぜひ名古屋に来た際にはこの味噌煮込みうどんを味わってみてください。本当に美味しいので、食べると癖になってしまうと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も美味しい料理や日本酒など多数動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは See you!